西武401系電車。西武401系電車。西武401系電車は、かつて西武鉄道に在籍した通勤系電車。日本国有鉄道、国鉄より払い下げを受けた63系、六三形をルーツとする系列である。終戦直後の買い出し、等に伴う利用客激増と、それと比例するかのような整備不良。 補修部品不足による車両故障の多発に鉄道事業者各社は頭を悩ませていた。そのような状況を鑑み、運輸省鉄道機動統制会、後鉄道車両統制会は1946年、昭和21年以降、国鉄向けに大量生産された63系も、波63型を、私鉄向けにも割り当て、逼迫する輸送事情の改善を図ることとした。 割当て対象事業者に含まれることとなった西部には、もは波63型2両が入線する予定であった。しかし、当時の西部は、地上設備の都合上20メートル級車体の大型車の入線が不可能な状況であり、加えて63系割当てに伴う在来車の、地方施設への教室を嫌ったことから、同割当てを辞退した上で代替車として、 国鉄五十5 0万5 1 1 8 5 0 0 1 2の2両を借り入れ、後にも十3 1 1百3 1 7 3 1 8として、正式に払い下げを受けるに至った。そのため、西部には私鉄向け割り当て車としての6 3計は入線していない。しかし、高年車体長20メートル級の車両の入線が可能となった後には、国鉄より土砂崩れ事故で被災大破した。 もは63,024。三鷹事件の被災車両も、は63,057。車両火災によって焼損した、もは63,470の3両の揺さげを受けている。それらを1953年、昭和28年3月から翌1954年、昭和29年3月にかけて、西武三加の復興者所沢車両工場。 後の西部所沢車両工場にて復旧の上順次導入したものが本形である。なお、これらは制御伝動車、モハ1両、制御車、区ハ2両として復旧され、模ハが1両不足したことから、1956年昭和31年9月に同形態の模ハを所沢車両工場で申請し、2両編成2本を形成した。 客用扉を片側4カ所有する反抗性車体の20メートル車で、深い屋根や切妻形状の前面といった63系の特徴をそのまま継承している。ただし、復旧に際して、全面膜板部の通風口及び、運行番号表示窓が埋め込み撤去され、側窓は2段窓とされたことから原型とは若干印象が異なっていた。ベンチレーターはクローブ型で、 63系の特徴であるサイドカバーが直立した構造のものをそのまま装備した。ただし、区へ改造された車両の旧パンタグラフ台座付近に増設されたベンチレータのみは、サイドカバーの上縁が内側へ折り曲げられた標準仕様のものとされている。主要機器については、自社ストック品およびベッド国鉄より払い下げを受けた正式機器に換装された。 主電動機は MT30、主制御機は電空か無軸式 CS5、制動装置は A 動作用を使用した AMA 自動空気ブレーキ、台車はモハはペンシルバニア型ペデスタル式 TR25、クハは釣り合いハリ式 TR11 をそれぞれ装備する。パンタグラフは従前通り PS13 をモハの先頭部よりに一機搭載する。春行当初は、 制御電動車がモハ 401K402、初代を、制御車が区波 1421K1421.1422、いずれも、初代を称した。前述のように払い下げを受けたのは3両であり、それらをモハ1両、クハ2両として復旧したことから、不足する、モハを補充する形で1956年、昭和31年9月にモハ401、 初代が増備された。も40は401は他の3両と極力仕様を揃えて申請され、4、扉反抗性車体という同様の特徴を有するものの、屋根部の断面形状は当時申請されていた最新型車両501、軽初期車と同一とされ、それに伴って車体高にも変化が生じているため、他の3両とは印象が異なる。 ベンチレーターはグローブ型であるものの、サイドカバーの上縁が内側へ折り曲げられた、標準仕様のものに変更されている。なお、主要機器は模波402と同一であるが、台車の密り合いり式 TR22 に変更された。また、前述の通り本系列の制御車はクハ1421型を称していたが、クハ1411系の増備に伴って1955年、 昭和30年4月に区派1451系、初代1451.1452と解消、解判された後、さらに翌1956年、昭和31年8月には区派1451、初代が学派1401系、2代1401に、同年9月に区派1452、初代が学派1402、2代にそれぞれ解消、解判された。 1958年昭和34年2月より、もは401系の台車を試作型空気バネ台車に換装し、実用試験が実施された。この台車は TR25 ベースに枕バネ部を従来の4連にいたバネからベローズ式空気バネへ改造たもので、後年の空気バネ台車では常識的な装備とされているボルスターンカーが省略されているほか、新設された。 空気バネ用のエアタンクを台車枠側面に搭載するという得意な外観を提している。なお、もは401.402とも台車乾燥と同時に、主電動機を MT15 系に乾燥され、MT30 を501系の申請に際して提供している。本系列で使用された空気バネ仕様 TR25 の運用実績をもとに、1961年、 昭和36年より501系も、は501型が装備する台車の空気バネ化改造が実施されたが、同改造に際しては、エアタンクの車体側搭載化及び、ボルスターアンカーの追加といった改良が加えられている。1962年、昭和37年4月には、本系列が装備する、試作台車に対しても、エアタンクの撤去並びにボルスターアンカーの追加等の、 再改造が施行され、量産型空気バネ化改造台車と仕様が統一された。1964年、昭和39年1月に制御電動車の形式記号がモハから雲ハへ一斉変更されたことを受け、本系列の制御電動車も雲ハ401.402と解消され、車体塗装もディープラズベリーとサンドベージュの2色塗りの、いわゆる赤電塗装に変更された。 その他、ATS の整備及び、列車無線の搭載、車内扇風機の新設等が実施されている。導入後の本系列は、新宿線系統に配属され、主に新宿線や国分寺線で運用された。しかし、当時の西部における、保有車両の大半が3、扉構造の車両であったことから、唯一4、扉構造の異端車である、本系列は、 編成の長大化に伴って、次第に運用上厄介な存在と化していった。後年は、国分寺線、上水線、現、灰島線等の支線区における運用が主となり、さらに1967年、昭和42年9月30日付で状態の悪かった、雲波402区波1402が、廃車解体された。編成相手を失った、雲波401と、 クハ1401は、クハを、車番はそのままに、偶数向きへ、方向転換を実施し、新たに二両編成を組んだものの、1971年、昭和46年4月にはクハ1401も、廃車となり、同車の廃車をもって西部における、モハ63型を出自とする車両は全廃となった。残るクモハ401は、区波1411系1431を、 車番はそのままに、偶数向きへ、方向転換を実施した上で新たな編成相手とし、裁判年は、多摩湖線、国分寺萩山間における区間、運用専用編成として運用された。しかし、道路線の輸送力増強に伴い20メートル車の2両編成では、収容力不足となり、車令18年を経過して、各部の老朽化が進行し、修繕時期を迎えつつあったことから、 1973年昭和48年6月に編成相手の区派1431と共に廃車となって本系列は形式消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。